第25話、オレッサの激戦。岡田敏夫先生も驚きのオレッサデーについて話しているよ。で、えー、これが終わった後でですね、全体の状況図が出てきます。これも下手な絵なんですよ。で、まずこれが写ってナレーションです。幕部軍はエルラン将軍の裏切りで攻撃力を薄くしていたところを第1に突破された。第1に突破されたんですね。で、次に、 二機のモビルスーツ、ドムがガンダムに手間取って前線に参加しなかったために、連邦軍の足を止めるべき大きな力を失っていた。というふうにナレーションがあります。えー、何かっていうとですね、この、実はこのオデッサの戦いというのはね、午前中で決着がついてるんですよ。戦闘が始まって本当に1時間か2時間ぐらいの間に、もうね、あのー、 まず、エルラン将軍が裏切ってくれるはずのところをですね、あの、でおか、だからここ守備薄くしてたわけですよね。あの、守備薄くしてたんですよ。それを連邦に抜かれちゃった。これが第一の計算違い。で、その後ドムが参加してくれなかったので、薄くなってたところを次々次々,々と抜かれてしまったのでですね。あの、本当に午前中だけで終わってる。で、僕はずっとね、これまでオデッサ作戦のことをオデッサデイって言うから、ノルマンディーと同じように D デ,デイっていうのと同じようにですね、 あの、大事対戦のですね、ノルマンディ上陸作戦の、まあ、もじりだと思ってたんですけど、実は関ヶ原の戦いだったんですよね。本格的な大戦争だから時間かかるという思い込みっていうのをですね、ちょっと否定して、実はその、 天下分け目の関ヶ原っていうのをここで堂々とロボットアニメでやったっていうところがちょっと面白いなと思います。まさかここでね、関ヶ原やるとは思わなかったんですけどね。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。